どうも、またマツカブラザーズ、スキョロドーからタイトルはハイドン。今年一発目かまがれ。やったはい、したっけ、はい、って。どうも、またマツカブラザーズ、スキョロドーからタイトルはハイドン。今度こそ曲がれ釣るぞってことで、まあ、タイトルの通りなんだけども、今回はまたリンちゃんと、あと奥さん、そして俺の大好きな娘ちゃん2人来てくれました。リンちゃん、自信は今日の。もう自信しかないよ。てかもうだいぶ腹いっぱいつった後取りだからね、これね。じゃあ奥さんは今日は、今日愛するりんちゃん釣ると思う？こっちにいる色素。また始まった。皆さん、あんね、時々何言うか分かんねえんだこの人。まあいいや、行こう。さあどうなるかなということで、はい、どんしたっけ、いいってもう。もういいや、もうえっ、ー、と今日の仕掛けなんだけれども、まずミキとかナイロンの18号で、ハリスがまあ毎度おなじみのアトミックスライダーのアクシスホワイトグレードエクスカリバーの8号で、こっちが円筒一本針の胴付きです。で装飾が丸藤さんの後付けケバリをメインとして、でまあ、あとまあビーズ何個か付いてます。で針が丸藤さんのシーフォースサーフの14号、これに塩磯目の草掛けです。でこっちが誘導かな、誘導の2本針になるんだけど、まあ針と装飾は変わらないんだけど、また今回前回と同じくね、餌はてなはてなはてな釣れるまで明かさないから、はい。で下もこれ誘導になってるんだよ。てかゴミ多いな、おい。もう最後も拾ってっから、さあやるぞ。皆さん、リパさんから熱々のコーヒーいただきましたが、リパさんは今日は釣りじゃなくて今から仕事だもんね。今日はちょっとね、パーラーの仕事か。いやいや、それは違うよ。それは違う。皆さん、パーラーだって今から。今年一発目乾かれ。どうすんだよこれ、初
ものお前これレンズ隠されて映ってなくてよ、もうお前なんとかお前どっかどこでもいいからお前多分海でもいいからお前もう一匹を釣るとこも映さなきゃ。余一来ました。でなんともうね視聴者さんだらけ、シウマくん、あれっていうの分かるかな、トグロ弟さんのファミリーでしょの一人シウマくん、なシウマくん名前つったの、うん、なにどれぐらいつったの、オッケー、数えてない、数えてないけどクーラーいっぱい、うん、よしじゃあ俺も釣るから、うん、ね釣るぞ。今回のサビキ仕掛け、これ完全自作です。でミキ糸がアトミックスライダーのアクシスホワイトブレードエクスカリバーの8号で、父輪を片方切って針結んでます。で針が丸藤さんの C4 スパークの13号で、装飾がですねこれ同じく丸藤さんのルミックスダンサーならぬフィッシュダンサーだったかな、この3本針 で下にジグつけてこれサビキやっていきますから、もう向こうもすごいから半端ないよ。やったすごい、何これ。でもとりあえずアトミックスライダーで釣りました。いやほら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 、てか釣りばっかじゃねえこれ。なんだこれ、釣りばっかだ。よしよしよし、はい、これこれ、はいはい、また釣れです。あ、来た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 、あげた、以上が釣りました。はいはい、トグロ弟さん、今年の目標、人生の目標ない。さすがだわ。これ奥が見えるか。いやいやいや、だめだめだめ。これね、何匹？数えて。多分300。300ある？300ある。さすが、さすがトグロ弟さん違うね。ね、さすがだね。やばいよね。リンちゃんはお帰りになります。ちょっと俺と剛で頑張って釣るからね。な、で何、日本海大好きでしょ。大好き。気つけて帰って。はい、したっけしたっけ。北のロッキーのちょっといい話ってことで、今回はですね、剛を交えてやっていこうと思うんだけど、ゴミがひどい、ここゴミわやだよな、わやん、わや、そのからやらなんやらなんやら、そう、なんかゴロチューブとかな。で、なんでこれ北のロッキーのちょっといい話でやろうかって思ったかというと、ここの漁師さんめっちゃいい人なのよ。でサビキでこうやって釣ってても、すごい親切なのね、うん、それやっぱ恩を肌で返すわけにいかねえじゃん。いかん。だから皆さん、本当にゴミ拾えば漁師さんもちゃんと釣り人の味方してくれるから、ということでゴミ拾うかと、ね、いうことで、ここから、FKO、ね、フィッシングポイントキービングオペレーションゴミ拾うと、ここから100倍とか。はい、こんだけになりました。何のゴミを買ってくるでしょう。糸、糸か、糸とかなんかサビキのカツみたいな。あー、やっぱなんかニシン痛みだったから、うん、なんで皆さん、ぜひ、ね、
漁師さんの仕事場でもあるしね、ここはちょっとやっぱゴミは最低限拾うのは当たり前なことなんだけど、今それが当たり前なことが当たり前じゃなくなってきてるから、ぜひゴミ、ね、一つでもうまい棒のカス一つでもいいから拾う。フェリックスガムのハズレの紙でもいいから拾う。フェリックスガムってわかる？10円ガム、うん、そう、はい、ってことです。北野ロッキーのちょっといい話でした。来たんじゃねえかこれ、余一で。お前人生初の余一でよ。これちゃんでかかるやこれ。締めです。本日リンちゃんファミリーと、まあ最初小樽の豊行って、で俺が川柄一匹釣って、でリンちゃんダメで、でそれで陽一に来て、でそれでホッケのサビキでなんとか 5,6 本釣れて、でそれでまあちょっと外見打ってみたんだけど、投げの方でそっちはちょっと当たりはあるんだけど乗らずと、まあちょっと残念な結果でした。で周りの人にも聞いたんだけど、曲がれはまだほぼほぼ釣れない状況みたいですね。砂がれは結構型が結構いいのが釣れるみたいなんですけど、まあこれからが楽しみっていう感じじゃないでしょうか。はい、というわけでもう剛も帰っちゃったしね。でまあ今日本当に数えきれないな、15、6人ぐらいの方にお声かけいただいて、でホッケも一等地のとこ入らせていただいて、本当に皆さんありがとうございます。本当にというわけでございまして、なんだか今年初の魚釣れたんで、まあ、よしとしましょう。はい、というわけで皆さんもさっきもねゴミ拾いましたけど、ぜひゴミ一つ二つでもいいんで拾って綺麗な釣り場にしていきましょう。というわけで北野ロッキーの釣り動画でございました。また次の釣り動画でお会いいたしましたっけ。